はい、どうも、大樹と申します。今回の動画なんですけども、ちょっとですね、普段使ったことあんまりないこの竹という武器を使うんですけどね。ですね、今回この竹なんですけども、メイン性のアップでですね、なんと攻撃力が上がります。はい。で、この攻撃力が上がると、竹でどういう立ち回りができるかっていうのをですね、ちょっと冒頭に説明していこうかなと思います。じゃあまずメイン性能なしから試しますか。はい、まずはメイン性能なしなんですけども、フルチャのダメージが85なんですね。はい、固定、85固定で、85でも結構威力高い、ワンより高い方なんだけど、いわゆるその、ワンとかでよくやってたその、疑似一角っていうのはちょっと起こりにくいんですね。要はその相手が、自分のチームのインクを踏んで、そのダメージプラスこの85ダメージで一角っていうのはちょっと難しいんですね。はい。ただですね、メイン性能をつけるとですね。はい。こんな感じでですね、メイン性能を3つつけることによってですね、ちょっと本当は3つじゃなくてもっとつけた方がいいかもしれないんですけど、ちょっとギアがないんで、メイン性能3つで、どれぐらいのダメージが出るかっていうのをちょっと確認してみます。はい、ということで、打ってみます。はい、97.6。はい、12.6かな。ダメージが上がってます。97.6あれば、結構このゲーム、インク踏むダメージって、思ったよりもあってですね、ちょっと相手が、自分のチームの、インクを踏んだときに、その踏んだダメージプラス、この97.6で、ちょうど100で倒せるっていうのが、要は疑似一角ってやつでして、これ実際に今日の動画の、ガチマの方で、これ使ってるんですけど、思ったよりもですね、これ使いやすくてですね、結構疑似一角が出てる、実際に一角が出てる場面が多々あったんですね。はい。だから、なんか俺、竹、あ、どうせごみ、あ、あの、どうせ弱えんだろうって思ったんですけど、思ったよりも強かったので、これ結構おすすめです。はい。ただ、あくまでも竹なんで、濡れない、エイムがないとキルできないっていう武器なんで、あんまり上手くない人は使わない方がいいかも。自分のエイムに自信がある人だったら、もう、これ使ったらかなり強いと思います。はい。竹で、どうなんですかね、環境入りっていうのは、っていう感じだけど、これ間違いなく強い武器にはなりました。前よりは確実にこのメイン性能アップのおかげで使いやすい武器になりました。はい。なので、おすすめなんで、もしよかったら使ってみてください。じゃあそんな感じでね、今日も、いつものごとく生放送の切り抜きの方、動画化してるので、楽しんで視聴していってください。それでは、どうぞ。即席？いや、ガチマやりたい。楽しいガチマが。ガチマ楽しいです。現時点の環境武器の話は終わりました。で、結論はこの竹が一番強いということで。はい。見ててください。さあ、このトーピート。どうやって立ち回るの、これ。おい、やりー。はい、やり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 。あと1だぞ。乗れ！うるさい。ごめんって。ごめん。いや、ごめん。テンション上がると最近叫んじゃうんだよ。いや、ごめんって、ほんと。ごめん。ごめんなさーい。ごめんなさい、ふえ。
強くね、この雪ガチで。うんまっ嘘だろ今のうますぎだろ今の。ユッキーバージョン 2.5 かよ。はい、アーマー強いんだよな。プレッサーに対してね、アーマーとか使っちゃった感じだ。もうね、時代遅れ。アーマーは悪いけど。今の時代、丸見さ。まあ、これで、おびきをして、こんな感じでね。あの、チャージャーも削れてるから、バチコリこれで前に出てって。適当に打ってる当たるから、これ。こんな感じでガンガン前行ってビビらせる。竹がこんなところに。そしてこの前線丸見さん。こんな感じでね。ポイポイポイと倒すんですよ、これ。はーい。ま、こんなもんかな。竹なんですよ。今の時代。ティア1。ティア1決まったわ。環境武器がな。俺メイン性のアンプで地味に俺風呂とかワンチャン純強武器に入りそうなんだけど、メイン性のアップのおかげで。は？嘘だろ今の。今の爆破範囲なの？最後の1個ってちっちゃくなるくせに爆風範囲広すぎて。ちょ、はい、オールダウンしていく。こういうことなんだよな、竹の強みは。タイ選手割と活躍してる件について。当てたぞ。マージか。勝負仕掛けてほしかった今ノーチラス。あれやらないとノーチラスは持っている意味が。無理ー、頑張って。ナイス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 ナイ
いやー死なねえのかよ今の。敵落ちた。まあこんな感じでね、竹でね無双してるとね、竹強いって感じでね回線落ちしてくれるんですよ。はい、これがねこの武器の強みですね。ここだともう俺もガン攻め。もうどうした？ん？なるほど。乗らずにね、平和に終わるって感じね。竹強くね、普通に強いんだけど。これマジで環境武器なんだけど。